こんばんは、反動です。今日は1月2日であります。突然ではありますけども、黄金の羅針盤の方を始めていきたいと思います。物語的には前回中途半端なところで終わって、ますね。まだ、顔合わせというか、登場人物たちと挨拶し終わってない感じなのかな。一通り見たとは思うんだけど、話がね、進まないんですよね、まだ。まあ、ちょっとまだあちこち歩き回ってみないといけないみたいですね。ちょっと開かずの間、入っちゃいけないって言ったところも入ってみようか。多分まだ何もないと思うんだけど。やっぱ特なんもないですね。あとも挨拶してないのは誰だ？こういう、なんていうか、一見誰もいなくて関係ないとこでも、入ってみないとフラグ立たないんだろうか。こんなね、豪華客船なんてさ、行ったことないけど、この写真室、記念写真を撮る部屋とかも、今の豪華客船にもあるんですかね。旅が長いからね、こういう理髪室とかはあると思うんだけど。あと行ったことないのは。ひょっとしたらね、行っていても、全部話してないところとかも、あるからね。やっぱ全部やんないとダメか？この辺はだいたい話したな。そういえば前回の動画の中で、小野木田大佐のことをなぜか小野木田博士って言ってて、
なんで小野木戸博士になっちゃったんだろう。ポケモンの、なんとか博士っていたよね。あれなんて名前だっけ、ポケモンの博士は。なんかあれと音が似てるから間違えたんだと思うんだけど。あれこれ読んだっけか？読んだか。やっぱ変わんないか。じゃあ一回降りてみようか。大正時代ですからね、この舞台は。大正時代にこんなね、豪華客船の中に、こういう立派な運動室まであったっていうのは驚きですよね。1920年代が舞台だから、まさに100年ぐらい前ってことですからね。公開市長にはまだ話してないけど、あれ道端で会ったっけか。道端って言わないか。無線室は話したしね。船長室は、鬼抜きさんがいたんだよね。まさにね、こうやってうろうろ、なんていうの、ある意味メタな発言するとさ、フラグを探し回る旅がさ、長いわけですよ、このゲームは。まあ、その辺はね、なるべくカットしていこうかなとは思いますけど。このでもシステム面白いですよね。こうやってなんていうの？汎用のマップチップをこう立体的に見せて、船を見せるっていうのは、まあ、やっぱり一枚絵でね、描いていくよりも、なんだろう、コスト的には、なんていうか、時間かけられないって部分もあったから、こういう作り方の方が、よかったんかな、やっぱり。四方八方から、こうカメラをね、動かせるような感じだと、大変だと思うんだけど、カメラ固定だから、まあね、一方向からの絵しか必要ないわけだし。あ、そういえばあのおじいちゃんに会ってないかな？あ、いないか。
お。全部聞けるんだ。あれ、初めから全部聞けたっけか？まあいいか。大体この部屋の名前で、部屋の名前の雰囲気で、誰が泊まってるのかはね、覚えやすくなってるんですけど、それでもね、まあ、ちょっと、高校生ぐらいの時はまだしもね、今全部覚えてられっかね。あれ、そういえばあの、小野木田博士とさ、なんだっけ、ミューラ、フランク・ミューラーだっけ。あの人、喫煙室に入っていったって言って、その後どうなったのかな。いなくなっちゃうんだよね。あの、三浦さんとはまだ話してなかったと思うんだけど。気分が優れませぬ。お？お？これは。おう、ミスター・トードではありませんか。ごきげんよう。その時、向こうからクララ・モルガンが歩いてきた。こんにちは、ミスクララ。片桐さん、あんまり英語が上手にないですね。あの人の英語は変な癖があります。ドクター・カツラギは素敵な男性。大人の魅力がいっぱいです。でも、ミスター・トード、あなたの方がもっと素敵。診察室のナース、とても可愛い人ですね。あ、そういえば前回の動画見たけど、結構あの、通知音とか、スマホの、あとなんかこう、スマホをね、テーブルにドンって置く音がかなり入っちゃってて、あの、カットできるとこはカットしたんですけど、申し訳ございませんでした。ちょっとね、なるべく気をつけます。で、ちょっと、携帯の通知音はね、ちょっと、携帯、音切っとくか。まあね、撮影するときにね、マナーモードとかにしていないというのがね、ちょっと自覚が足りてないというか、この人、私が廊下を歩いていてね、道を譲ってくれません。レディーファースト知らない人です。あ、ロバート・ミラーか。フランク・ミューラーって誰だよ。ミスター・ミラーはニューヨークの実業家です。今日の夜、私、ロンジにいます。あお、これフラグですね。一緒に過ごしませんか？ミス・クララ。あ、これ鹿とかい。あちらにいるお二人をご存知ですか？もちろんです。あの二人は、ミセス・カミヤと、そのセクレタリーのユリさんです。私を紹介してくれたスポンサーです。私は何も知りません。あれ、その、一緒に過ごしませんか？の返事はないのか？これは前回と同じだよね。ああ、特に、
特に、それぐらいか？その、夜会いましょうっていう話ぐらいかな。ほら、そこにいらっしゃるのが、ミセス神谷で、あれこれ言ったか。ほっとしておいてあげてください。テラスで見かけましたか。テラス。ここは喫煙所だから。あ、そっかそっか。青沢豊彦と一緒にいたんだ。まだいた。青沢さん。ダメですね。さてさて、いないじゃんか、あの二人は。今回は、なんだっけ？ロベルトじゃねえ。なんだっけ、ロバートミラーが。ほんとね、横文字が弱すぎて。横文字がっていうか、人名が覚えらんないんだよね。この間、1ヶ月ぐらいにわたって13騎兵防衛圏やってたんだけど、メインのキャラクターたちの名前をね、フルネームで全員言えないからね。クリアまでやったってのに。まだ話してない。まだ話せないのかな？ダメですか。桂木先生。しょうがない。もうまた潰していくしかないわ、こうやって。今回はまだおじいちゃんに会えてないか。おじいちゃんはどこの部屋だっけな。あ、でもあれ？夜会おうって話だっけか。ここも前回と同じですね。葛城先生じゃないな。あのおじいちゃんは、あれさっき、隣の部屋にいるって言ってたよね。こっち、あ、プルードだっけ？あ、でもいないのか。ここが、クララの部屋かな。ここは誰の部屋だっけ？ここが、麻生貴子さんかな？で、ここが、一条菊子でしょ？ここがあの、ばあさんの部屋じゃないかな？ここが、あの、専務と、あの、平賀源内。
あとは、行ってないとしたらね、この食堂の中、うろうろ歩き回ってないんですよね。とにかく広いんで、でも、そういう場合はね、大抵、この赤松さんがね、食堂にいますよって教えてくれるんですけどね。例えば公開視聴のメガネは、この中にまだ入ってきてないな。まだ会釈した程度だからかな。ああ、方は我がアジア圏の神谷、なんて読むんだろう。小左衛門？小左衛門？会長の奥様でございます。三島さんはいつから神谷夫人の秘書をしているのですか？花宮かな？神谷でいいのかな？確か方が秘書になってから3年ぐらいになるかと思いますが。何でもハリウッドで女優をしていたらし、ん？いらした方と伺っております。華やかな雰囲気の方ですね。この木田さんはネプチューンの間にお泊まりです。ミラーさんのお部屋は？ロバート・ミラー様はアポロの間にお泊まりです。モルガン城のお部屋は？はい、ランの間でございます。我がアジア汽船の車種で会長職についてらしたのですが、先日サンフランシスコで休止されました。あれ？音切っといたのに、ちょっとまた携帯の音しちゃった。すいません。特に、本当のことをまだ教えてくれないですね。何のことやわかりませんので。どうやら、あれですね。食堂にも人来てないみたいだな。どうしようかな。あと話ができるところどこだったっけ？イカリア長介のマダルキョウも、確かもう話してくんないでしょ？ガモーもどっか行っちゃったし。あれ、話できる人、よく考えるとそんなに残ってないはずなんだけどな。となると何か拾うとかそういう感じかな。恐れていた展開になってきたぞ。そうですね。さてと、じゃあしょうがない。甲板を一周してくるか。でもまだ物が落ちてるってこともないと思うんだけどな。こういう風にしてね、
証拠品探しをね、しなきゃいけない羽目に、後々なってくるんだけど、今はまだ良かったと思うんだけどな。お話を伺いたいのですが、あなたとはお話できません。この方の後ろには血の匂いのするオーラが見えまする。これ以上この方のそばにいると、オーラに乗り取られます、乗り移られますぞ。教祖様、参りましょう。男はそう言って名前も名乗らぬまま、甲板を足早に立ち去っていった。教祖様と呼ばれた少女は立ち去る瞬間、何か言いたげに私のことを見たが、そのまま黙って黒マントの男の後についていった。ああ。そういう展開があったんだね。あとお話ができるところはどこだ？クララがまだ話できるか。もう一回話しに行ってみましょう。いたね。あ、そっか。さっきまでこれ選択肢に入ってなかったですね。ミスター神谷は私に言いました。日本でぜひ演奏会を開いてくださいと。私、彼との約束を守りたい。そう思って日本へ行きます。そっか。この話を、まだしてない人がいるな。片桐さんはまだ話せるもんね。そういえば、黄金の羅針盤は、なんか DS にも出てたんですよね。言われてみると DS でもやったことがあるような、ないような、なんかあるような気もするんだけど。あと Windows にも出てたらしいですね。しかし、やはり私としてはね、98番が一番、雰囲気とかサウンドとかはね、一番いいと思うんですけど。我がアジア汽船の創設者で会長でした。誠に悲しいことなのですが、先日サンフランシスコで商談中に亡くなられました。なんか大体のパターンで、こう話してるうちに、フラグがね、立つと、突然会話を切り上げられるっていうパターンが、常だとね、思ってるんですけど、それか、
部屋を出た瞬間に話が、時間が進むっていうかね。2階のテラスに出てみるか。2階のテラスはまだ出てないのか。ちょっとあれだな。ちょっとお待ちください。すいません。そうか。カジノにまだ行ってないんだ。あ、ちょっと待てよ。カジ、あ、3階か。こいつに会ってなかったんだね。カジノのドアを開けると、くたびれた顔をした男の姿が目に入った。すごいもみあげですね。ついてないようだね。ああ、まったくだ。男は元気のない声でそう答えた。ここの常連のようだね。ああ、船の上での楽しみなんて、こんなことぐらいしかないさ。君は確か昨日の夜、食堂でバイオリンを弾いていたね。ああ。男は昭陽丸の楽団員で、天宮義人と言った。天宮は額の広い男だった。額よりももみあげの方に目が行っちゃうんだけど。店長はどんな人なんだい？さあね、あの人は俺みたいな楽団員なんてと、なんだとはまともに口なんか聞きやしないからな。よくは知らないね。機関士長の鬼抜きさんは大きな人だね。ああ、あの人が大声で怒鳴ると、どんな船乗りだって怖くて縮み上がっちまうって話だ。小田という通信士のことを知ってるかい？知らないよ。事務長の片桐さんはなかなか厳しい人のようだね。片桐っていう男はいつだって自分のことしか考えていない男さ。片桐におべっかばっかり使ってる子もアスリ野郎だぜ。あの医者は俺に会うたび決まってこう言うよ。酒を飲んでも酒に飲まれるなってな。診療室の看護婦さ、あの人だけさ、この俺のことを心配してくれるのは。ボーイだよ。新米で、いつも赤松から叱られてばっかりいる。客のことなんか知らないよ。クララ・モルガンのことはね、同業として知っていてもおかしくないと思うんだけど。アジア汽船の会長だ。死んでしまったよ。船が出航してから何か変わったことはなかったかい？何もないさ。いつもと同じだ。今時ジャズも演奏できない楽団を乗せているのはこの船くらいのものさ。俺はこの船の楽団員さ。家族？そんなものはいないよ。あんた一体誰なんだ？客のくせにやけにいろいろなことを聞きたがるし、まるで刑事か探偵みたいだな。そう怪しまれると困るが、安心してくれ。
私はアースの間に泊まっている東堂龍之介だ。せっかくこうして知り合いになれたのだから、よろしく頼むよ。ちょっとゲームをしようか。私はそう言ってポケットからコインを取り出し、それをテーブルの上でひねって片手を押さえた。さて、コインは表か裏か。当たればウイスキーをダブルで2杯ご馳走するよ。そいつはいい。よし、俺は表だ。私はテーブルから手を挙げた。コインは裏になっていた。ふん、どうせ俺はついてないよ。天宮はふてくされた声でそう言った。パンパンの樽の中から白骨死体が発見されたという話を知ってるかい？知らないね。でも、この船なら死体の入った樽の一つや二つ乗っていたって、おかしなことはないさ。はぁ、俺はゆっくりと酒が飲みたいだよ。飲みたいだよ。あんたぐちゃぐちゃとうるさいな。天宮義人はむっとした顔をした。あんたとはもう話したくないよ。天宮は黙り込んでしまった。ああ、すいませんね。コイントスの、ギャンブルでね、負けたもんだから。で、腐っちゃいましたね。さてと。あとはどうしようかな。天宮くんが入ったんでね、いくらか会話できる内容が、というか人物についての選択肢に天宮くん。あれ天宮くんおらんよ。あ、いたいたいた。天宮義人という学団員がいますね。あの天宮が何かご迷惑でもおかけしましたか。カジノで随分と酔っているところを見かけたので、あの男はいつもああなのですか？全く困ったものです。酒さえ飲まなければ、あの男もいい演奏者になるのですが。東堂様、もうお話はこれくらいでよろしいでしょう。私もそろそろ仕事に戻ります。申し訳ございませんが、お帰りいただけますか。あ、終わりましたね。やがて商用丸に夜が訪れた。夕食の時間が来て、乗客たちは食堂に集まっていた。私は事件の手がかりをつかむため、夜の聞き込みを開始した。私は一等食堂のドアの前に立っていた。はい、時間が経過しまして夜になりましたね。その前に、廊下にいる人に話ししとくか。お食事に関するご希望がございましたら、何なりと申し付けくださいませ。ありがとう、満足しているよ。お食事に関するご希望がありましたら、何なりとウェイターにお申し付けください。診療室で船酔いのお薬をいただきましたの。桂木先生ってとっても素敵なお方ですわ。今日はカジノが賑わっていますよ。バーなどもございますから、ぜひご利用ください。ああ、いいですね。廊下にいたのは青沢キリコだった。青沢さん、こんばんは。青沢キリコは私の声に驚いてこちらに振り向いた。こんばんは。どこかにお出かけですか？ええ。どうかなされたのですか？顔色が悪いですよ。何でもありませんわ。すみません。急いでるものですから失礼しますわ。青沢キリコはそう言うと足早にその場を立ち去った。ああ、なんか見ちゃったのかな？この船の食事はバタ臭くてかなわんよ。味噌汁が恋しいね。ああ、ここは和食はあんまりやってないんですかね。
私は一等食堂に入った。いらっしゃいませ。テーブルへご案内いたします。食堂の入り口には公平が立っていた。小崎公平くんだったね。はい、東堂様。ちょっと話を聞きたいんだ。何でしょうか。市中長は食堂の奥にいらっしゃいます。食堂にはいらしてません。結構皆さん食堂でお食事中かな？後でロンジにも行かないとね。ロンジ、この辺みんなロンジだ。アジア汽船の会長です。昭陽丸に初めて乗った時、僕は会長に声をかけていただいたんです。僕が会長と話をしたのはその時だけです。あの樽は市中長が水夫に命令して船底に持っていかれました。僕はこの昭陽丸に乗って初めて外国に来ました。はい、話したね。東堂様、もしこの船の上で何か事件が起こったらどうされますか？私は探偵だ。もし目の前で事件が起これば、私は必ず事件の謎に挑戦するだろうね。小崎くん、もしこの船で何か事件が起こったとしたら、必ず私に知らせてくれないか？はい、わかりました。よし。じゃあ赤松さんに話をしに行きましょうか。奥にいるって言ってたからね。結構ね、広いんですよね。あれかな？あ、違った。食卓の花はいつも綺麗だね。はい、花は食料庫で冷蔵しておりますから。食卓に美しい花は欠かせませんので。なるほどね。この頃ももう冷蔵庫、ま、当たり前だけどないとね、食事出せないもんね。あれ、赤松いねえな。あれ？奥の方にいるって言ってたけど。これか？違う。そこにいる楽団は毎晩演奏しているのかい？はい。ご希望の曲がありましたら何でも演奏いたしますよ。でもジャズもできないんでしょ？ここのマネージャーの赤松って言ったかしら。私、あの跳ねた壁が気に入らないんですの。そうですか。私は好きですが。うん、確かに好きですが。お、この二人は。こんばんは。昼に甲板でお会いした東堂です。少しお話を聞かせてくれませんか？食事中です。ご遠慮くだされ。どうしても伺いたいことがあるのです。お願いします。あなたとはお話できません。こんばんは、お嬢さん。昼間はせっかくのお祈りの時間を邪魔してごめんね。食事中に悪いけれど、少し話を聞かせてもらえるかな。長女は何も答えなかった。この人はね、会話できないんですよね。京極さん、食事中だ。君の話を聞く気はない。君とは話をしたくない。うぃーっつ、睨みつけられちゃいましたね。食事中です。ご遠慮ください。この平賀っていう人なんですけど、昔の仕事の知り合いの人でね、すごい似てる人がいるんですよね。その人もね、すごい背が高くてね、まあ、仕事はあまり使えなかったんだけどね。あ、ここにいたの？
赤松さん、私は食堂で客にサービスをしている赤松京太郎に話をかけた。東堂様、何かご用でしょうか。確かに言われてみればすごいヒゲだな。東堂様をお探しのご様子でした。麻生さんは誰かと一緒だったか。いえ、お一人でした。先ほどまでお一人でお食事をしていらっしゃいましたが。ああ、なんか、急に腹が減ってきたな。なんだか知らないけど、このゲーム、なんかね、実際ここで食事の絵があるわけじゃないんだけど、なんかね、美味しそうなものが出そうで、なんか腹減ってくんだよね。食事を済ませた人たちはもうロンジに行ってるんだね。先ほどからヴィーナスの間の麻生様が東堂様をお探しのご様子でしたが、私に何の用なのだろう。さあ、何かお話しされたいことがあり、終わりの様子でしたが、今日の午後、甲板で変わった格好をした親子連れに会ったんだが、ああ、朝倉様でございますね。あの方たちは、消しの間にお泊まりです。確か、今はお食事中だと思いますが、さっき会いましたけどね。じゃあ、確か、あの、神谷夫人も食事中なんだよね。ちょっと探さないといけないな。はい。プロヴァンス風の貝のスープでございます。良さそうですね。なんか最近貝にハマっちゃって、今日もちょっとね、お昼に、回転寿司屋に行ってきたんですけど、今まで食べられなかったんだけどね、急に、動画上げてますけど、海の幸食べに行ったっていう動画上げてるんですけどね、それで食べたね、この間、牡蠣をね、食わず嫌いってわけじゃなくって、食った結果嫌いだったんですけど、食ってみたらすごい美味しく感じちゃって、年取って味覚変わったのかもしれないんですけど、今日もね、その回転寿司屋に牡蠣があったんで、食ってみたらめちゃめちゃうまくって、あー、腹減った。あれ？神谷さんいないぞ。あれ？もっと南、あれ？南側、北側。あれ、いたっけ？もう話したっけか？こいつらじゃなくて、この二人じゃなくて、で、ここは赤松だっけ？あれ、いるはずなんだが、ちょっと聞いてみよう。奥でお食事中です。やっぱりいるんだな。この場合の奥っていうのがどっちの、あ、いた。こちらのお客様はいつもこの席で食事をされているのかね。はい、あ、ここは俺の席っていうやつだね。こんばんは。少しお話をお聞きしたいのですがよろしいでしょうか。食事の時はご遠慮ください。あなたとは話をしたくありませぬ。ご遠慮ください。神谷若は目を伏せて横を向いた。ぷいって感じだね。ちょっとお話を聞かせてください。食事中ですわ。ご遠慮ください。ああ、三島由里は私と話をしたくないようだった。しょうがないですね。じゃあ、出て行って、そうか。
おじいちゃんと夜お話をするというね、そういう約束があったんだ。ほらね。誰じゃ。黒沼教授、東堂です。ああ、あんたか、入ってくれ。私は一等客室プルートに入った。昼に話を聞いたあの大いなる秘宝のことが気になって仕方がないのです。黒沼さん、私にあなたの研究のことを教えてくださいませんか。よかろう。あんたはなかなか頭が良さそうじゃ。あんたならわしの研究も理解できよう。何の研究をしておられるのですか。やっと聞いてくれたな。わしは錬金術の研究をしておるのじゃ。錬金術というと、あの黄金を作り出すというあの錬金術のことですか。そうとも。弟子の間に泊まっている朝倉元次と信枝の親子もわしの研究の協力者じゃよ。ああ。朝倉さんはマダル教の怪盗じゃ。マダル教にはわしの研究に通じるものがある。わしの研究は神の加護がなければ成功せんのでな。信枝さんは生まれた時は口が聞けなかったそうじゃ。ところが7つの時、突然あの子は神様を見たと言ったそうじゃ。その日からあの子の周りでは奇跡が起こり始めた。信枝さんは不治の病の人を助けたり、いろいろなことを予言できる。あの子は神様なんじゃ。なるほど。あ、すいません。残念ながらアメリカでは何の成果も得られなかったんじゃ。わしは昔、帝国大学で教授をしていたこともある。しかし大学ではぬくぬくとつまらぬ研究をしている奴らは、わしの高尚な研究が理解できんかった。わしの研究を理解できん者は妻でも子供でもない。家族の縁は遠に切った。錬金術は、世界中のすべてのものの本質を知り、宇宙の生成の秘密をもその手中に収めることができる、偉大な知識の集大成じゃ。人類の幸せを目指す素晴らしい教えじゃ。錬金術は信仰の力なくしては存在せん。大いなる秘宝は神に働きかけることじゃ。わしはあの親子と一緒にマダル教を広め、秘宝を解明するつもりじゃ。うわぁ。黒沼虎雄はあくびをし始めた。どうやらこのご老人は眠くなったようだ。教授、すっかりお邪魔しました。それでは、おやすみなさい。といえば、アンナさん。アンナさんはもう、お話ししてくれるかな。後でね、って言ってたからね。こんばんは、アンナさん。東堂さん、こんばんは。店長は一日一度はここに顔を出されます。でも今日はお見えになっていません。私、機関士長のことが大好きです。機関士長はいつもこう言ってくださるんです、アンナ。アンナはわしの娘みたいなものだって。小田さんは無線部の無線士です。とても爽やかな人です。片桐さんもロンジにいると。岡松さんは腰痛の持病があるんですよ。冬になると特に痛むのだそうです。わかりますよ。腰痛持ちの肩こり持ちだからね、俺もね。あ、そうでした。私先生に言われてたんです。東堂さんにお会いしたら必ず伝えてくれって。東堂さん、先生が今夜一緒に飲みませんかっておっしゃってました。東堂さん、ご案内しますね。桂木先生がお待ちですもの。私はアンナに連れられてロンジへ行った。東堂さん、ほらそこに先生がいらっしゃいますわ。先生ったら今夜東堂さんとお酒飲むのを楽しみにしていらしたんですよ。
それじゃあ私はここで失礼しますね。やあ、東堂さん、待っていましたよ。さあ、今夜はゆっくり飲みましょう。ロンチには、カツラギが待っていた。昼間の約束通り、ゆっくり飲みましょう。この船には結構いい酒が揃っているよ。先生が飲まれているものは、ヘネシー、キュベスペリュールですね。私も同じものをいただきます。どんな酒なんだか想像もつきませんけども。ああ、3年前のことだが、鬼抜きさんはエンジンルームで部下が機械に巻き込まれそうになったところを助けて、自分の右足をダメにしたんだ。しかしあの人は大した人だったな。あれだけの大怪我でうめき声一つあげなかったよ。さすがに海の男だった。彼はおとなしく真面目な人間だ。でも器用な人間ではない。彼と話しているとそれがよくわかる。片桐さんはプライドが高いらしい。もっとも、船の乗務員というのは誰もが自分の職場に誇りを持っているものだがね。彼は客のことをすぐに区別したがる癖があってね。まあ誰だってチップの多い金持ちの客が好きなものは仕方のないことだ。しかしそれほど悪い人間ではない。あまり飲みすぎると彼女に叱られるな。彼は自信がないんだ。だから酒やギャンブルに逃げる弱い男なんだ。いい青年だ。船と海が大好きだと言っていた。彼を見ていると、私にもあんな時代があったのだろうかと、ふと思うことがある。東堂さん、あなたは彼女に洋上のロマンスを感じているようだね。ああいう女性は意外に情熱家だったりするものだ。ただその情熱は表には出ずに、内にこもったものらしい。彼女はあれで結構ご亭主を愛しているのだろう。まあ、そういう感じですよね。あまり付き合いたくない人だ。もっとも、向こうも私のような人間はお嫌いのようだが。愛鳥夫人も少しずつ体調が良くなってきているようだな。私のように口数の多い男は嫌いなようだ。宗教家らしいな。客船には色々な人間が乗っているものだ。朝倉さんの娘か。私には彼女が神様だとは思えない。彼女は、ただの17の娘だ。おう、君が見せてくれたあの指輪の絵は、それを目撃した彼女が描いたものなのかね。ご機嫌らしいな。幸せな人だ。論じてミスクララと一緒だ。ミラー氏と一緒に戦場の夜を楽しんでるようだ。神谷会長にはいろいろ世話になったよ。会長の死は私にとっても辛いことだった。あなたもかなりイケる口のようですね。そういえば、今日の午後、甲板で随分失礼な物の言い方をする男に会いました。きっとそれはバラの間のダモーという男じゃないか。一刀には似つかわしくない下品な男だよ。ああ。自分も客を区別していますけど、赤松さんみたいに。もし君の言う白骨死体の話が事実なら、船長が目撃者に口止めしたという話は頷けるということだ。乗客や乗務員がそのことを知ったら、航海に不安が募るばかりだ。ただでさえ東京の大震災で乗客たちの心配事はいっぱいなのに、それ以上の不安の種を船上にまく必要はないだろう。それじゃあその白骨死体はこんな指輪をしていたというんだね。なかなか興味をそそる話だな。そうか。ガモー。
一癖ありそうな男だよ。今の会話でガモーが名前が分かったんだね。よし、じゃあロンジには他の人たちもいるようですから。おっと、東堂様こんばんは。楽しい夜をお過ごしですかな。ロンジを歩いていると事務長の片桐構造が話しかけてきた。じゃあ新しく、あ、雨宮がどうかしましたか。今の時間でしたら食堂で演奏中のはずですが。バラの間のガモさんは何をしている人なのですか。確か絵を描く仕事でデザなんとか。そうです、デザイナーというご職業だそうで。デザイナーというお仕事は随分と景気のいいお仕事のようですな。ガモ様はチップを大盤振る舞いされているようで、ボーイたちは喜んでいるようですが。もっとも、あんなお金の使い方をされるお客様に、あまり育ちのいい方はいらっしゃらないものです。こんなこと言っちゃっていいのかな？お食事でもされているのではないですか？お見かけしてませんな。またお部屋に閉じこもっていらっしゃるのでしょう。ご老人の夜は早いですからな。朝倉様は宗教上の理由でお食べにならないものが多いそうで、ああいうお客様はコック泣かせなものですよ。綺麗な目をしたお嬢さんですな。トンビが鷹を産んだ。いえ、お父様にはあまり似ていらっしゃらないようですな。一条様は小野木田様とご一緒でしたよ。まったく小野木田様もいかめしいお顔をなさっている割には若い女性にお甘いようで。小野木田様はお酒を飲まれると少ししつこくなられるようですな。まあ、あの雨宮に比べればあの程度の酒癖は可愛いものですが。ミラー様ならあそこに。片桐はロンジの入り口の方に目をやった。モルガン様はあそこに。私は若い頃亡くなられた会長の秘書をしていたことがありましてね。会長には随分厳しく鍛えられたものです。会長はこのアジア汽船を大きくするためにどんな犠牲も厭われなかった。時には冷酷すぎるほど人にも厳しいお方でしたな。どうなんですかね、この庄左衛門さんは人格者だったのかどうなのか。片桐構造がね、こういう性格になってしまったのもひょっとしたらね、この人の影響もあったのかもしれないですね。切手のコレクションには随分投資されているのですか。私の場合、切手は一種の財産のようなものですから、それなりに投資はいたしますよ。実は今回サンフランシスコで素晴らしいものを手に入れましてね、コレクターの間では幻の一枚と呼ばれるものでして、黄金中の切手なんですが、高価なものなのでしょうね。今度見せてください。よろしいですよ。明日にでも事務長室においでください。お見せいたしましょう。東堂様はいいお召し物を着てらっしゃいますな。それはアメリカで作られたものですか。ええ、そうです。片桐さんは仕立てのいい服を着ていますね。いや、お目が高い。お分かりですか。これはイギリス製の生地を使った特別製なのです。もっとも値段の方もなかなかいたしましたが。このロンジは朝陽丸の中でも代表的な皇室でして、私も一日に一度はこうやってグラスを傾けて時を過ごしております。おっと、もうこんな時間ですか。そう言って片桐は腕の時計を覗き込んだ。申し訳ありませんが、ちょっと用事があったことを思い出しました。私はこれで失礼いたします。そうですか、それは残念です。
片桐さんにはもっと話を聞きたかったんですが。それでは、この続きはまた明日ということに。小僧様、失礼いたします。片桐小僧は急いだ様子で論場を出て行った。こんばんは。ロンジを歩いているとロバート・ミラーが私に声をかけてきた。フォードさんですね。ちょうど今ミス・クララとあなたの話をしていたところなんです。日本ではこういうことを確か噂をすれば影というのでしょ。そうです。あなたのお国の言葉で言うとしたら Talk of the devil and he is sure upper。フォードさん、素晴らしい発音ですね。ミス・クララの話していた通りです。いや、発音というか、合ってたのかな？そもそも。客船はその船長の人柄が現れると言います。きっとこの船の船長は実直で真面目な人なのだと思いますよ。ああ、あの大きな機関士長ですね。あの人は小野木田大佐のことを、おい、そこのヒゲ男と呼んだのです。私は思わず笑ってしまいました。あの事務長は小野木田大佐の調査にも大変好意的ですね。とっても美しいナースですね。あんなナースなら無理にでもお世話になりたいと思いますよ。写真家だそうですね。ライカのカメを持っていると自慢していました。そういえば、その人を昨日の朝甲板で見かけましたよ。ええ、3階の船尾の方の甲板です。樽のところで何かしていたのです。私が近づいたらどこか行ってしまいましたが、あれは一体何をしていたのでしょうね。怪しいですね。これは覚えておいた方が良さそうですね。おかしな人ですね。私は彼のような人間は理解できません。なかなかコケティッシュな女性ですね。日本女性にもああいう積極的な人がいるのですね。小野木田大佐は各船会社の実情を視察しているのです。普段は立派な人ですが、お酒を飲むと人格が変わってしまうようです。お酒飲まなくてもあんまり立派な感じしないんだけどな。ミス・クララのような高名なバイオリニストとご一緒できて本当に光栄です。フォードさんはどこで英語を覚えたのですか？イギリスに8年ほど留学していました。おかげで英語とフランス語には不自由しません。ミラーさんはとても日本語がお上手ですね。私は15の時まで日本で育ったのです。父親が横浜で貿易商をしていて、日本は私にとっては第二の故郷です。日本を相手に仕事をしたいと思ったのもそれが原因なのかもしれませんね。ミスター・トード、グッド・イブニング。ミス・クララはウィンクをした。積極的すぎるんだよな。ミセス・カミヤはとっても気持ちがデリケート。あなたのことを怒っているのではないと思います。気にすることはありません。ユリさんは星を見ることができます。そう。占星術ができるのです。ミセス・カミヤはユリさんの占星術をとても信じています。ミスターカミヤは私に言いました。日本でぜひ演奏会を開いてくださいと。私、彼の約束を守りたい。と思って日本へ行きます。ロバートはナイスエスコートをしてくれます。今夜はとても楽しいです。ピアノのところにいます。すごく寄っていて変ですよ。
ロンチの奥にいましたよ。おう、あの変な人ですね。私あの人と話をしたことはありません。ミスター・トード、崩壊の間に一度ゆっくりあなたとお話がしたいです。ミス・クララ、昨日の夜はご一緒してくださ、ミス・クララ、明日の夜はご一緒してくださいませんか？おう、それは素敵。とても嬉しいです。明日の夜が楽しみね。よっしゃあ。ピアノの方に。あれ？ピアノ、ピアノ。あ、いた、いた、いた。おーい、東堂くん。いやー、今夜は全く愉快だ。いいえ。君も飲みたまえ。さあ、ついでやろう。私のおごりだ。どうも。まったく今夜は愉快だ。一つ歌でも歌うとするか。おのきだは突然ロンジ中に響き渡るような大きな声で歌を歌い始めた。泣いてくれるな、船出の時にゃ。うん、私は歌の天才だ。あはは。おのきだ磯地くん、万歳。あはは。ずいぶん飲まれているようですね。私は酒には強いのだ。あはは。ああ、完全に出来上がっちゃっていますね。ピッコさん、ピッコさん。ピッコさんは私といると幸せな気分になるとおっしゃるのだよ、東堂くん。色男は辛いな。はっはっは。もっと飲もう。私は小野木大祖父だ。君はこの私が酔っ払っていると思っているな。ほれほれ、その顔は何だ。酒を飲むときは仕事など忘れるのだ。飲みたまえ、東堂君。私の家の宗教は浄土宗だ。なるほど。ピッコさん、東堂さん、またご一緒の時にゆっくりお話ししましょうね。ピッコは私が声をかけるとそう言った。一通り、OK かな？ガモーと青沢さんがいますね。こんにちは。私はダースで遊んでいた男たちに声をかけた。あんたか。男は短パン、昼間短パンで見かけたあの男で、失礼しました。その隣にいたのは青沢豊彦だった。ガモー鉄助は目をそらした。酔っ払いのバイオリン弾きのことかい。あいつは本当のギャンブルってものを知らない男だぜ。そういや、あの男、なんか物騒な話をしてたっけ。誰かをぶっ殺してやるなんて言ってたぜ。まあ、酒の勢いのことなんだろうかな。この船にはケチな客ばっかり乗ってるらしいな。俺がチップやると、あの男大喜びだったぜ。事務長の片桐さんは、ああ、そいつのことなら知ってるぜ。あいつ全くいけつかない野郎だぜ。この人の奥さんならさっきここに来たぜ。でもすぐにどっか行っちまったな。ああ、さっき出て行ったのは、
旦那が女といたからじゃないんですね。わけのわからん男だ。俺は神も仏も信じない方でね。陰気臭い女にも興味ないよ。アメリカではマッチラベルのデザインで食べていたよ。これが結構儲かる仕事なんだよな。アメリカ人は文化ってやつに弱くてね。金持ちはみんな芸術に金を出したがるんだ。バカバカしい。今時本気で金なんかを作れると信じてやるやつがいるとはね。お笑い草だな。どうだ、あんたも俺たちとダーツでも一緒にやらないか。私はダーツの矢を一本取り的に向かって投げた。うまいもんだな。真ん中にドンピシャだ。あんたも相当の遊び人だな。あなたもダーツはお得意のようですね。まあな、たとえ遊びでも勝負ごとに負けるのは嫌いなたちでね。何事にも勝つ、それが俺の主義さ。青沢さん、君と話すことなどない。昨日、乾パンの樽の中から、強いやつだな。俺は何も知らないって言ってるだろう。知らないね。さてと、じゃあここはこれで終わりかな。お、天宮くん。まだこんなところで遊んでいるのかい？ああ。あれ、演奏に行かなきゃいけなかったんだよね、こいつ。サボりですね。あ、そうか、事務長の話なんてやめろよ。気分が悪くなるぜ。天宮は突然大きな声を出した。なんだかあんたと話していたら、月が逃げていくような気がしてきたぜ。もう今日はこれでおしまいだ。と言って、雨宮義人は、カジノから出て行った。よし、じゃあ、次は、と。お客様、ただいまお食事の時間となっております。店内では時間厳守となっておりますので、わかっております。乗客の東堂です。私は無線室に入った。こんばんは、また遊びに来ました。どうぞ、あなたなら歓迎ですよ。そこの椅子にでも座ってください。お茶でも入れましょう。お仕事の邪魔になりませんか？構いませんよ。今夜は夜勤なんですが、無線さえ入らなければ暇ですから、また本の話でもしましょう。ところで、東堂さん、この間読んだ本で、その時無線室から通信音が聞こえてきた。おっと、無線が呼んでいます。残念ですが仕事に戻ります。東堂さん、また遊びに来てください。それでは、また。すごいタイミングですね。乗客の東堂ですが、入りたまえ。何かご用ですか？アースの間の東堂です。ちょっとお邪魔してもいいですか？どうぞ。あなたは確か昼間のテラスの前でお会いした方ですね。
高取船長は落ち着いた声でそう言った。もしかしたら、今日の午後私を訪ねてきた乗客の方というのは、あなたのことでしたか？そうです。一度船長とゆっくりお話をしてみたかったのですが、よろしいですか？どうぞ、おかけください。さて、何かお聞きになりたいことでもおありですか？私はこの船のことがとても気に入りました。いろいろ質問させてください。どうぞ。鬼抜きのことをご存知でしたか？彼はこの船の機関士長です。機関部がエンジンを守ってくれているおかげで、この商用丸も無事に航海を続けることができるのです。小田は無線士です。今回の航海で無線部の責任者として乗船しています。しかしよく無線部のものの名前までご存知でしたね。片桐は客船部の責任者です。船上で何かお困りのことがありましたら、事務長にお遠慮なくお申し付けください。レストランの責任者です。食事のことでご注文があれば、赤松にお申し付けください。この船の船医です。彼は乗客の方々とも気さくに話をする人間ですので、船員室を訪ねてみてください。きっと楽しい話をしてくれると思いますよ。診療室の看護婦です。診療室は3階ですので、ご気分が悪いときはいつでも診療室をご利用ください。天宮は商用丸専属楽団の楽団員です。確かバイオリンの担当だったかと思いますが。その尾崎くんは昨日甲板で乗客の一条さんとぶつかったそうですね。こんなことがあったのですか？店長はご存知かと思っていましたが、いえ、初耳ですな。一条結構、話してくれないんだね。失礼ですが、お客様はお仕事を何をなさっておいでですか？私の仕事は、そうですね。半分道楽のようなものなのですが、おお、それは優雅ですな。一体何をなさっているのですか？断定ですよ。おお、探偵ですか。なるほど。道理でいろいろと興味をお持ちになるはずだ。船長はあまりロンジや食堂には出てこられませんね。客船の船長にも私のような社交ベタの人間が一人ぐらいいても良いではありませんか。またその話ですか。ご安心ください。そんなことはこの商用丸の上では絶対に起こっておりません。ですから、お客様もそんな話はもうなさらないでいただきたい。船が出航してから何か変わったことはありませんでしたか？お客様は随分ご心配性のようですね。ご安心ください。商用丸は安全に無事航海を続けております。さて、しっかり話し込んでしまいましたね。高取船長は腕時計にちらりと目をやるとそう言った。お客様、申し訳ありませんが、私はこれから仕事を一つ片付けたいと思うのですが。わかりました。私はこれで失礼します。またおいでください。誰だ？乗客の東堂ですが、入ってください。ああ、まだ話してなかった。そうですね。会議室の中には昼間廊下で出会ったメガネの男がいた。ここは乗務員の会議室です。乗客の出入りはお断りする。帰ってください。男はそう言って私のことをじろりと睨んだ。でも帰らない。本番は船の中を夜の散歩とシャレ込んでいたのですが、乗客の出入り禁止の部屋だとは気がつきませんでした。お仕事中だったのですが。まあそんなところだが。私はアースの間に泊まっている東堂龍之介です。
今夜は誰かと話をしたい。そんな気分なんですよ。よかったら少しの間は私の話し相手をしてください。それは構わんが。男はこの船の航海士長で佐久間光良一と言った。船長に会いたければ、船長室に行けばいいだろう。私は船長ではない。鬼抜きは機関部の責任者だ。機関士長だ。小田は無線士だ。無線室にいる。事務長だ。お客の相手は、船客部の人間にお願いしたいものだな。レストランのマネージャーだ。今頃の時間なら食堂にいるだろう。爆弾員？爆弾は船客部の担当だ。私に聞かれても知らんな。片桐さんと雨宮と出航してから何か変わったことはありませんでしたか？どうしてそんなことを聞くのだね。航海は順調だ。別に変わったことなどない。この船もかつては洋上の女王などと呼ばれていた時代もあったが、時代の移り変わりは早いものだ。もう今は商用丸の時代ではないのだ。私は甲板部の責任者だ。海軍で言えば航海士長だな。航海長だな。私の仕事は航路を決め船を動かすことだ。横浜に妻と子供がいる。今度の震災で大事がなければいいのだが。報道さんとおっしゃったか。あなたはやたらと質問の多い人だ。ただの乗客とは思えんな。ここは会議をするための部屋なのですか？乗務員の幹部が集まって会議をするところだ。はじめに言った通り、ここは乗客の方には関係のない部屋だ。実は、甲板で白骨死体が見つかったという話を耳にしたのですが、ご存知ありませんか？なんだその話は。ボドンさんとやら、もう十分にあなたの話し相手はさせてもらった。私はまだ仕事中だ。それに、出かけなければならない用事もある。そろそろお引き取り願えないか。そうですか。それでは失礼しましょう。佐久間さん、また話を聞かせてくれますか？機会さればいつでも。佐久間はそう答えて私を追い返した。さてと、ちょっと、もう1時間半ぐらいやってますんで、ここで一旦終わりにしようかな。では、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。